1963年アバンティ1964年アバンティスチュードベーカーアバンティはスチュードベーカーコーポレーションが1963年モデルイヤーから生産販売したスポーツクーペである FRP 製ボディを特色としデザインは著名な工業デザイナーのレイモンドローイが担当したスチュードベーカー最後の新型車で 美しいスタイルと高い動力性能で注目を集めた。しかし、売り物の FRP ボディの生産体制の不備によって、商業的には失敗作となり、わずか2年足らずで、生産中止に追い込まれ、ほどなく、スチュードベーカーは自動車生産そのものから撤退する。その後、新しい事業者によって、再び製造され、1987年までは、同じシーで、 少数ながら製造販売が続けられた。アバンティとはイタリア語で全身を意味するが、アバンティはその名に恥じず、スタイルやボディ材質のみならず、シートベルト、前輪ディスクブレーキ、安全度アラッチ、ロールバーなどを装備し、安全性の面でも当時のアメリカ社の水準を抜きんでていた。ただし、経営難のスチュードベーカー社の内情を反映して、 シャシーは1953年を起源とする同社、コンパクトカーラークと共通のものが用いられ、V8 エンジンも、標準の R1 で240馬力、ホットモデルの R2 ではスーパーチャージャーで289馬力までチューンされてはいたが、1951年以来のユニットがベースであった。400台だけ、サイズアップされ335馬力に強化された R。 3モデルも生産され、ユタ州ボンネビルの砂漠コースで最高速度時速2 7 4 8 4トルはじめ34の速度記録を樹立した。1962年6月に発表されたアバンティは、高い注目を集め受中は順調であり、同年のインディ500のペースカーにも選ばれた。ところが、1954年以来、 シボレー・エコルベットの FRP ボディを生産していた、オハイオ州のモールデッドファイバーグラスプロダクツ、カンパニーに外注された FRP ボディの生産体制が整わず、デリバリー体制がなかなか整わなかった。ついには、インディのペースカーまでもラークデートなコンバーチブルに変更せざるを得ない事態に追い込まれ、大量の注文キャンセルが発生した。 最終的にはスチュードベーカーはボディを自社生産に切り替え、1964年モデルではヘッドライトの円を丸から四角に変更するなどイメージチェンジを図ったがすでに手遅れで、1964年モデルが登場して間もない1963年12月にはアメリカ国内での自動車生産を打ち切るという発表がなされた。主力のコンパクトカーラークはカナダ工場で 継続生産されたが、アバンティはこの時生産が打ち切られた。累計生産台数は4643台に過ぎなかった。なお、日本にも当時の輸入代理店であった日清自動車によって少なくとも2台が輸入された。インディアナ州サウスベンドにあった工場設備と残ったパーツ類を同地でスチュードベーカーディーラーだったレオニューマンとネート、アルトマンの2社が買い取り、 アバンティ2として1966年から生産を再開した。スチュードベーカーのシャシーにコルベットのエンジンを乗せ、外見は原型に忠実に少数が生産された。日本にも奥住商事が代理店を取得し、1974年から80年代前半まで正規輸入された。1982年には不動産デーベロッパースティーブン・ブレイクが アバンティ2の製造源を買い取り、バンパーやインテリアを改めた20周年記念モデルを登場させたり、コンバーチブル版を製作する等の試みを行った。しかし、ブレークは1986年に破産、以後会社は所有者を転々とし、1987年以降、シャシーは GM のシボレー・モンテカルロのものに変更された。今日に至ってもアバンティモーターコーポレーションは、 メキシコカン君に本拠を移し、外観を似せたカスタムカーを製造している。ありがとうございます。